はい、始まりました。今日はすごい素敵な美女の方とすごい緊張してますけどね、本当にもう初めまして、の今日はよろしくお願いしたいと思います。あ、How do you do? センリアサダです。あ、そう、あ、そう、How do you do? How do you do? Fine, thank you. はい、ありがとうございます。 And you? って言うんですね。はい、そうです。じゃあ始めたいと思います。はい、第45回鈴木平次の平次エイジ始まりました。いや、今日はなんかすごいいつもと違ってですね、めちゃめちゃ緊張しておりますね。なんでですか？いや、もうすごい素敵な方で、今日ねゲストの方シンディさんです。よろしくお願いします。いやね、シンディさんは今日初めてお会いさせていただいて、本当に今日いろいろねお話しさせていただいたんですけど、もともとあれなんですよね、生まれは新潟です。ですよね、はい、でもシンディっていうんで、あれですか、今は今アメリカ国籍で。あ、そうですか、はい、アメリカ国籍、かっこいいですよね。サウンドだけですね。いや普通です。いや、私なんかもう純、もう本当にもう全くの日本人なんで、まあ顔を見れば分かると思うんですけど、はい、だから本当に外国というものを全く知らないというかですね、本当にそういうので育ってきてたりもんですから、アメリカっていうところはもう本当にテレビでは見るんですけど、広いなと思うんですけど、大体こういう地図で言うとどの辺、まあ、どっからどこら辺までがなんですかね。北アメリカの、はい、まあ、アラスカとハワイを除いて、はい、その真ん中あたりですね。真ん中あたりですね、うん、メキシコとカナダの間、はい、ぐらいの、ぐらい、うん、私が住んでるところはカリフォルニアで、ははは、うん、東海岸、あ、じゃなくて西海岸ですね。よく聞きますよね、はい、最近山火事があったりとか、ね、大変だったんですか？すごく大変だったんですよ。そうですよね、うん、私運転して3時間ぐらいのところに住んでるんですけど、やっぱり煙たくて。そうですか。じゃあもう一日窓開けれなくて。あ、そうですか。うん、じゃあそうすると、まあ、じゃあ買い物とかも。そうですね。マスクして。うわ。ですね。大変だった。テレビだね、山火事というか大変だったっていうのは、存じ上げてますけど、どの辺なんだろうなとかですね。そうですね。あと、なんか煙がこもってしまって、雨が先週降ったんですけど、はい、それまでもずっと煙続きで、空がずっと見えなかったんです。いや、それは大変でしたね、本当にもう。終わってホッとしてます。はあ、まあでも本当ね、アメリカはいろいろね、まあ、政治とかも大変だし、はい、大変でしょうし、まあいろいろこうね、本当にその山火事もそうでしょうけど、やはり広いからね、いろんなことが起こるからね。そうですね、本当に。でもすごいですよね、そこにアメリカ国籍。それは、うん、あれですか、もともと日本生まれっていうことですか？そう、日本生まれですが、はい、妹がアメリカ生まれなので、親にどっちにするって聞かれた時に、まあ、じゃあ妹と一緒の国籍にしときましょうかみたいな感じで軽くそっちにしたんですけど、その後日本に住むことになってしまって、ビザで。ビザで、はい、逆にもでビザでっていうことなんだね。逆輸入みたいな。逆輸入。すごい、今日はそういう素敵な方とですね、今日、まあ、恋愛の話もちょっとさせていただきたいと思ってるんですけど、はい、実際あれですか、今回日本にこう来日されたということは、はい、なんかこう目的があってされたんですか？年に2回ぐらい、はいはい、20代の頃からやってるユニットと、ライブを3年ぐらい前からやっていて、それが今度の土曜日、そうですか、2日後に、はい、あるので、ぜひぜひね、はい、ライブ、お時間ある方は、スプリングスというユニットで、神保町楽屋、はい、12月1日土曜日に、夜7時から、はい、そうですか、すごい、やりますんで、ぜひクリスマスソングもいつもはやってないのもやりますんで、よかったらぜひ。あ、そうです。いらしてください。すごいですよね、そういうクリスマスソングってね、今から大事ですよね。そうですね。5年末だし。そう、大事。ね、本当だって特に今からこう独身の方なんかはですね、こう24日とか、私もそうだったんですけど、24日って一番嫌で、もう一番嫌な、逆に言えば独身の時は一番嫌な、早く過ぎないかなっていう、クリスマスソングなんかが流れてると、いや、今はですね、クリスマスソング早く流れてくれないかなっていうなりましたけど、それまではあんまり聞きたくない。絶
ぜひ奥様と一緒に、そうですね、ぜひね、ぜひもうちょっと日程調整したいなと思ってるんですけど、でもクリスマスはもともと家族と過ごす日なので、日本特有のこうカップルで過ごすというあのなんかイメージがね、イメージがあるみたいです。だから今日ちょっとあのせっかくなんで聞きたいなと思ったんですけど、アメリカと日本人の男性ってやはりそれぞれやはり違いがですね、間違いなくあるなと、で私のイメージを先に伝えさせていただくと、アメリカ人ってやはりこう女性をこう立場に立って何でもこうレディーファーストってよく言われるように、こう女性をサポートするというようなイメージがあるんですけど、日本がダメというわけじゃないんですけど、どちらかというと日本の男性はなんかあまり気がつかない、まあ、自分も含めてなんですけど、そんなことはないと思いますけど、気づかないというかですね、あの相手のこう相手が思ってこういうことを思ってんだろうなっていうのを予測しながら行動しなきゃいけないとは思ってるんですけど、なかなかですね、なんか自分本位になってし、結局いつかに自分本位になってるところがあるなと思ってる、まあ、日本のカルチャーですよね、だから昔からの、はい、それをやっぱりこういろいろ国際化されて、あのそういう欧米の男性がやるようなことも取り入れていかなきゃいけないと思うんですけれども、はい、それはやっぱり生まれて学んできてないものですから、やっぱりそういうセミナーとかあるといいですね。あ、そうですね、カルちゃんね、それいかがですか。いや、まあ、あの私もアメリカのことはですねあのすごくもう全然勉強したことないんで、その違いをですね相当勉強しないとセミナーとは開けないんですけど、いやでもあの、はい、人間的にこう接すればいいんじゃないですか。男女とこう区別しないで、区別しない、あ、なるほど、人間としてね、人間として、なるほど。じゃあちょっとこう皆さん考えてみた方がいいですかね、シンジさんにそういうふうに言われると、自分のモチベーションが、ね、上がってしまいますからね。やっぱりそのあの誰かを口説くときってすごい一生懸命じゃないですか、はい、うん、そうです、そうですね。でそれで例えばガールフレンドなし、あの奥様になる人ができても、うん、それでカップルになったわけですから、うん、それ持続させないといけないんですよね。だから、ね、最初からしんどいことはやめた方がよくてお互いにやっぱり協力し合って、あのいい生活を考えていけばいいんじゃないですかね。なるほど、いや、いいこと聞きますね。その通りだと思います。で、はい、あのもともとそのやっぱりあのなんですかね、変な話ですけど、手に入れちゃったら、うん、手に入れたら失礼なことになっちゃうんですけど、カップルになったらそこからがスタートなのに、もう安心しちゃって、で結局そこからですね何もサポートしなくなったりとか、あとですね一番やっちゃいけないのが結婚記念日を忘れちゃったりとかですね。例えば結婚さ、いますでしょ、はい、それはまずいです、ね、まずいです。お誕生日とかね、あ、そうそうそう、お誕生日とかですね、はい、それなんかもっとまずいですよね。そうですね。だからそういうこう、まあ仕事が忙しくて男性なんかもそうですけど、やはりもうそこに集中しちゃうと、もう安心しちゃった後はもう次がない人が多いっていうのはよく、まあ、聞きますけどね。でも日本のカルチャーでありがちなのが、はい、その分かってくれてるだろうって思ってる方が、うんうん、例えば男性としてとか女性としてこういう役目なんだなってこう分かってるような気でいるじゃないですか、はい、そこをもっとコミュニケーションを取った方がいいと思います。なるほど、ね、まあ、今はね女性もお仕事されてる方も多いですし、はい、例えばあの決めてもうこの日はゴミ出ししてね、こっちこの日は私がやるとか、あ、あ、ご家族でもう決められてるんですか。うちはちょっと特殊で、でも息子が今あのリサイクルのゴミの担当をやってます。へー、ちゃんともう担当決まってるわけですね。あの今年からやり始めました。もう7歳なので。あ、すごいですね。でもこんなんなってもうすごい大きいんですよ、あのゴミの入れ物が。あ、アメリカの、でも日本みたいにその生ゴミの日に出すとかではなくて、ゴミの日が決まってて、そこにあの大きい、こんな例えばこっちのロフトで外国人っぽいの売ってるじゃないですか、大きいゴミみたいな、あれのもうちょっと巨大化したやつをあの道のところに出すんですよ。だから4つぐらいダンダンダンってやって、そのコンポストって食べ物とか肥料に変えれるものを捨てる瓶と、普通にあの区別できない普通のガーベージと、あとはリサイクルと、あとあの庭の葉っぱとか、あのそっちにまたリサイクルできる4種類あって、でリサイクルのが一番汚くないじゃないですか、はい、でそれで息子担当にして担当にして、はい、
それは例えばその4つってさっきおっしゃいましたけど、ええ、その収集される日っていうのはもうその1日1日のみです。はあ、日本と違うんですね、はい、しかもあの日本 の, あのゴミ収集車ってすごいコンパクトにできて、はいはい、効率も良くて、ね、あの機能もねすごいですけど、もうこの20年ぐらい全然形が変わってなくて、もう巨大 な, あのなんか車乗せてるか、あの移動の車あります、ね、あれの半分ぐらいの大きさで、結構な大きさで、であのこうアームが出てガーってやって、ガシッってやって、ガーってやるんですよ。それでガンガンってやって、こうやって置いて次の家に行くみたいな。それ映画みたいですよ、なんかね。そう、映画にありますよね、とね、まあ、もちろんたまに出てニューヨークとかにありますよね、はい、でもああいうのがね、朝6時ぐらいからあの代わり番号に来て、あのリサイクルのガーベージトラックとか。あ、すごいですね。そうなんです、朝からうるさいんです。ガシャンガシャガシャガシャって6時ぐらいから6時ぐらいからいや日本では6時からはさすがにあのゴミ収集はないですね。大体、まあ、8時半ですね。あ、よく、はい、住んでましたから、世田谷区民でしたから、ね、そうですね、はい、そうですか、はい、でもまあアメリカの、ね、先ほどちょっとまた戻しちゃいますけど、はい、そのアメリカの男性とあの日本の男性の違いって言ったら、シンディさんから見られて、例えば日本に来られることもしょっちゅうおごりだと思うんですけど、はい、日本の男性とアメリカの男性なんか、まあ、極端になんか違うところって何かありますかね。アメリカの男性もいろんな人が方がいらっしゃるので、はい、どっちかというとやっぱり日本の男性もその出身地でやっぱり違う時がありますよね。九州男子っぽいとか、俺についてこいみたいな、うん、で帰ってあの東京の方はもうちょっとなんか国際っぽいなんかレディーファーストみたいなところがあったりとかしますけど、アメリカもそれと一緒でいろんな方がいらっしゃるので、なるほど、一概にはね、まあいいでしょうけど、ね、そうですね、まあ、でも基本的にバーベキューとゴミ出しができないとちょっと男らしくないんで。なるほど、うん、バーベキューのこう従事やるのはやっぱり男性の役目、役目、あの全部まつわる、ね、だからあの肉を味付けしたりとかチャコールやったりとか後片付けしたりとかできないとちょっとダメですね。なるほどね、ええ、日本では、ええ、そうですか、はい、まあ、日本ではどうなんですかね、そのあんまり聞かないですよね。準備はね、もちろん大事だけど、焼、まあ確かにバーベキューね、まあその文化の違いですかね。凝、うん、る人はあのあの肉のこう、こう刺し方とか、刺し方ではなくて、あの温度、あ、内部温度のサーモスタットみたいのをあの持ち歩いてたりとかして、あのパーティーに呼ばれたらその家の男性の手伝いをしようみたいな感じで、男たちがこうバーベキューのこうピットに集まって、なんだかんだ飲みながらやってるんですよ。そうですか。それを女性が見て、それやっぱりかっこいいっていうか、その温度を測る人なんかはかっこいいなって思われるんですか。いや、かっこいいっていうかね、なんていうんですかね、それやって当然って。当然、私はあのバイカルチャーなんでどっちも大丈夫ですけど、うん、そうですか、はい、当然っていうのはもう、はい、今日はでもアメリカの文化とですね、日本の文化の違いこれを今日は私はもう目が点というか、あの、なるほど、いや、すごい勉強になりましたよ、本当に。また呼んでください。いや、本当にあのこれでもこのカルチャー講座っていうのをやるのもいいかもしれないですね、本当にね、日本人と、ね、アメリカ人の違いで、もう一回最後ね、はい、あの言っときたいと思うんで、あのぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。明後日なんでですね、はい、ぜひあのシンディさんに会いたいなという方がいらっしゃったらですね、皆さんぜひこう、あのあれですかね、なんかあのイベントページというか、はい、あの Facebook のスプリングスという、はい、あのユニットの、はい、ページか、はい、私のシンディ浅田のページで、はい、あの情報とか書いてありますので、はい、シンディ浅田さんで、はい、Facebook をあの検索していただくとですね、はい、情報が出てますので、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。今日本当なんかすごくなんかびっくりしちゃって、もうそうですか、もうドキドキでした、今日。あ、そんなもうすごい素敵な方と一緒に、いやいやいや、あのラジオね、ラジオじゃねラジオじゃ間違えちゃった、もうそれだけ緊張してるってことですね、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、おはようございます、失礼します。